皆さんどうもドラゴン TK です。では、ね、今回もテイルズ・オブ・ベスティリアやっていきましょう。では行こうね。もうでも、ね、何怖い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 よ。幽霊みたいに空中浮いとるからもう何もないね。どこにいたどこにいた、ああ何あれ首ないやん。どうびっくりした。よし、まあ、しゃあないな。これか、あ、これで移動するか。なるほどね。いや、もう、あ、そうは、あ、おかげで、ちょっと待って、待って、いやー、それにしてもライフボトルがそんなにええからどうしよう。なんか積む可能性が高いな、これは。カナヌシと名乗ったあの少年は本当にベルベットの弟なのでしょうか。ベルベットを苦しめるためにカノヌシが見せた幻かもしれない。エレノアはそう思ってるの？はい。だってベルベットの目的は殺された弟の復讐でしょ。その思いの強さは今まで私たちが見てきた通りなのに、肝心の弟が実は生きていたなんてありえないと思います。カノヌシの力がどんなものかわからないけど、僕はきっと本物の弟だったと思う。メルキオールの幻覚にも耐えたベルベットがあんな風になっちゃったんだから、うん、でも本物のラフィーがあんなことをしたなんて信じたくないけど、弟の体をよりしろにしてカノヌシが復活したという可能性があるのでは。ああ、可能性ある。わからないけど、それならベルベットはあんなに苦しまないんじゃないかな。そうですよ。カノヌシがベルベットの本物の弟、そう考えるのが一番断りに合う。なんか残酷すぎます。なんか俺も心めっちゃモヤモヤしてるわ。おい、たまれよ。ここで。ん？これは見て、アルドリウス。もししっかりしてください。すぐ人を呼んで。いいのです、もう疲れた。旅をしてこられたのですか。10年死に後を託されたのに何もなせなかった。10年もなんて弱い翼だから、もういいんだ。そうですね、そんなに働いたなら少し休まないと。ちょうどウリボアの肉が手に入ったんです。夕食はお鍋なんですけど、ご一緒にいかがですか。あ、いや、私はいや、私は今はリンゴしかありませんが、どうぞ。お腹がいっぱいになればきっと立ち上がる元気が出ますわ。あなたの体は生きるぞって言ってるんですもの。恥知らずな、生きる資格もないのに。資格がいるんですか、ただ生きることに。
いらんね。それは自然なことですよ。お腹が空くのも辛くて泣くことも。これだって私たちは生きているんだから。ベルベットの姉じゃね。生きている。お名前は？私はセリカ・クラウと申します。あ、やっぱりそうや。いたよ、やっぱ。私はタイマシー・アルト、いや、アーサーです。アルトリアーサー。もうちょっと見せてくれてもいいんちゃうんけんやな。何なんだ今のは。おい、ロクロ大臣いた。どっから現れた。あなたたちにも見えたのですね。ああ、アルトリウスがアーサーと呼ばれてた。大地の記憶というやつだろう。地脈には地上で起こった出来事が写し絵のように記録されていると聞いた。嘘、マジかよ。要するに昔の幻ってわけか。そうやな。幻じゃない、あれは私の姉さん。セリカ姉さんも騙されてたの。え、そっか、だから私を監獄から出して。ロクロ、怪我は大丈夫なのですか。ああ、打たれ強いのが取り柄でな。おう、俺よりもベルベットは大丈夫なのか。いや、あかんな。心完全に平気なわけがありません。聞かれとる。カノ主の正体があんな。ただ硬いだけじゃ、不足の力を受けたら割れちまうってことか。そういうこと。本当の強さを見誤っていたのかもな、あいつも俺も。他人の心配をしている場合でもないがな。まあそれやな。ここは完全にカノ主の領域に覆われている。奴の体内と言っていいだろう。マジかよ、うん、だから僕の力じゃ出られない。用心しろ。大地の記憶も奴が再生しているのかもしれん。うわぁ、それ奴らの狙いはベルベットだからな。ベルベットの中にある二つの汚れ。そうだ、それを逆手に取れば脱出の機がつかめるかもしれん。なるほど。ベルベットを利用するっていうの。必要ならな。うん、必要ならな。必要じゃなければ何にせよ進もうぜ。止まっていても拉致があかん、うん、マギルーも探してやらんとかわいそうだしな。いや、マギルーはどうなったんやろ。あれ、メルキュールに何かかけられとったよし、あ、ここに来たんか。もうゼロかやから、もう迷うことなく行ってる。ああ、さっき言ってた大地の記憶ってのは何なんだろう。前にも話したが、地脈は大地を流れる自然の力だ。風が吹き、水が流れ、鳥が羽ばたき、草花が咲く。それら自然の営みは地脈にも伝わり痕跡を残す。痕跡は人の記憶のように大地に刻まれ、地脈の中に溜まり続けている。それが大地の記憶か。人間や精霊の行動も。大地の上で起こる全ての事象を自然と呼ぶ、うん、当然人間も精霊もゴーマすらも自然の一部だ。まあそうやね。では今こうして私たちが話していることも大地の記憶に刻まれているのですか。うん、俺が人知れず行った悪事も、お前が漏らした悪口も大地に見られている。そういうことだ。うわー、マジか。私は悪口なんて。ただの例え話だ、動揺するな。カノ主は大地の記憶から
ベルベットに関係するものを呼び出して見せてるってこと？おそらくな。だから別の場所にいた六郎と俺も同じものを見たんだろう。大地を器とする可能主ならではの芸当だ。聖主なんて名乗ってるくせに、うん、悪趣味な野郎だな。せやな。だが今のベルベットには効果的な攻撃だ、うん、血脈を脱出するまであいつから目を離すなよ。心壊れかけたもん、うん、破滅の際、ベルベットの精神的ダメージは相当なものだな。はい、ギリギリで踏みとどまっていますが。今のところはな。今のところって言葉通りさ、言っただろ、硬いだけじゃ割れちまうって。このまま心を揺さぶられ続ければ、うん、ギリギリにも踏みとどまれなくなるだろう。私たちはどうすれば。割れるならそこまでのこと、目的の遂行を優先するまでだ。そんな、ベルベットを見捨てるっていうの？一時の同情で視界を曇らせば船が暗礁に乗り上げることだってある、うん、そうかもしれないけど、あんなに苦しんでるのにあんまりだよ。ベルベットがアイゼンの立場でも同じことを言うと思うがな。まあな。六郎も同じように思うの？俺か？俺はまだベルベットに恩を返してない。それは必ず返すけど、恩ってあいつがこれからどうなっちまうのかは結局あいつ自身にしか決められないことだ。そうでしょうけど。まあね。なら僕も決めるよ。僕はベルベットを見捨てない。何があっても。そうか、お前がやりたいようにやれ、うん、止めはせん。俺も止めはせん。なんか最終的に、最終的にね、なんかライフセットの中にガノルシの力が収まってそのまま集結しそうな雰囲気はなんとなく、うん、あるかなって。どうも、これはなんか違ってるしますか。これは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 よし、ラブルさん、ピエン、そこが上がってる。で、あっ、決まる。トラップで、こっち行っていい？ああ、またかよ。おかえりなさい、アーサー。ただいま、セリカ。家の周りの柵を補強しておいたよ。ありがとう、アーサー。最近野党の被害がひどいって村長さんたちが心配していたけど、これで安心ね。いや、もし野党がごまかしていたらこの程度では。え？何？心配いらないよ。大工仕事には自信があるんだ。うん。ベルベットたちは？多分また岬よ。危ないって何回言っても聞かないんだから。ライフセットがせがんだんだろう。大丈夫、ベルベットはしっかりした子だ。そうね、この子もあの子みたいに強く育ってくれるといいんだけど。ああ、え？喜んでくれる？決まってるだろう、世界にこんな幸せがあるなんて。あ、この後かな、うん、死んだろう。しかし参ったな。こんなことならもっと高価なものを用意すべきだった。あらま、あなたが作ってくれたのね。君のために心を込めて。一生大切にするわ、今日の幸せの記念に。俺は約束の証にしよう。誓うよ、命に代えても
君たちを守ると。守る？違うんやったらなぜ殺した？それがわからん。アルトリウス様の過去。いやもう壊れかけてるで。笑えるわね。あんな言葉信じちゃって。全部嘘なのに。笑顔も時間も何もかも。多分アルトリウスに何かあったんやろな。そんな気がするで。何上から見てる感じ？カノーレスが。いや違う、ゴーマがいた。え、何これ強そう。さっきのはまだ開門の日以前のことか。そうやね。うん、セリカさんがいて、アルトリウスの腕もまだ怪我してなかった。タイマ氏の活動もしていないように見えたね。アバルにいた頃のアルトリウス様はあんなに優しく笑う方だったのですね。そんな男がタイマ氏に戻り、同志として世界を背負う覚悟を決めたのは、愛する妻を失ったからか。そういうこと。まあほっといてもわかるさ。まあな、この調子ならそろそろ来るんじゃないか、その時ってやつな。その時。うん、俺もそれ思った。あんな嘘ずっと信じてたなんて本当に笑えるわ。こっちに何かある？何もねえな。まあ行こう。グレープグミが欲しいわ俺は。アルトリウスとセリカさんのことって今までベルベットが知らなかったことだよね。多分な。そうやな。馴れ初めは二人きりの思い出のようだったからな。見たのは温かい家族の風景ばかりなのに、すごく嫌な気分になった。私もです。これを見せているカヌヌシの狙いをはっきり感じました。感じたか。ベルベットの心を逆なでするためだな。ベルベットはアルトリウス様のことが心から好きだったのだと思います。幸せだった過去と変わってしまった今を同時に突きつけられることがどんなに苦しいか。うん、そうだろうな。ゴーマの俺には分からんが、ベルベットの境遇は過酷すぎて人間の私も想像するしかありませんよ。でも少しは分かる気がするんです。私もベルベットと同じあの方の教え子だから。アルトリウスはカノヌシの覚醒には二つの質の汚れが必要だと言った。アバルの幻覚、監獄島討伐の情報漏洩、そして弟の姿そのままのカノヌシの登場、全部それを手に入れるための仕込みだったとすれば腹をくくる必要がありそうだな。ん？必要がある。ちょっ、行かねえ行かねえ。じゃ、エイド、危ねえ。せめてもの救いやわな、あの武器のところでエンガンドせへんのが。ほんま、ちょっと怖いんやけどな。ほんまに助かるわ。あ、ここで。あ、またそれ。火の夜、ここはベルベットの村の。くそ、ごまかした野党がこんなに。どうなる？無理よ！ベルベットたちと逃げて！バカを言うな！俺は行きたいんだ！君と俺たちのこと一緒に！え、なにあれ？
え、あれ後ろのゴーマどこ行った？ああ、おるおるおる。あれ？きついわな。なぜ、こんな。なぜ俺は、たった二人の家族すら守れない。よくわかっていよう、アルトリウス。人が弱く、罪深いからな。え、メルキオール、なんでここにある？メルキオール。この村が、お前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ、そんな。よくあることだ。マジかこれ。人間が背負った業の断りは変えられん。だが、何これ、断りを整える手段は見つかった。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。マジかよ。え、ライフセット。なぜだ、なぜこんな残酷な絵にしが。どうやらカノヌシの復活は不完全のようだ。その原因を明らかにし、聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て！約束を守れなくてごめんよ。償いはする。今から俺は俺を捨てる。名もなき精霊よ、契約を交わしてもらうぞ。私は世界の痛みを止めなければならないのだ。できるのか。我が友の理想を投げ捨てて逃げた貴様に。亡き人祭司の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名はアルトリウス・コールブランド、先代筆頭タイマシンクローディーン・アスガードの意志と力を継ぐものだ。よかろう。今宵の悲劇を救世の祝宴に変えてみせろ。で、これがあれとどうなんの？今の精霊って僕、覚えていないのですか？全然。精霊に転生したって言ってたぞ。つまりどういうことだ？死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に生まれ変わることを転生という。ライフィセットはアルトリウスの子供が転生して生まれたっていうのか？さっきの記憶が本物ならな。じゃあ一緒に生まれた女性の精霊は私の姉の転生ってことね。もうとっくに食らったけど知らなかったからでしょ。知ってたわ。私は
シアリーズの正体に気づいてた。じゃな。ベルベット。けど関係ない。だったら何？目的のためには何だって食らう。姉さんだって、弟だって、世界だって。それは私なのよ。なんか鎮静化した。同志が生まれた日、見ていこう。あれが、あの日が全ての始まりだったんだね。ああ、開門の日。カノヌシが半分復活してゴーマが見えるようになった理由だな。そうやな。カノヌシの力でほとんどの精霊の意志が封じられた日でもある。アルトリウス様が世界を変えたいと願った背景に。あんな悲劇があったなんて、村の人たちが野党にアルトリウス様たちを差し出したりしなければ。確かにひどいが珍しい話でもない。人間必要とあれば何でも切り捨てるものさ。集団のためっていう大義名分があればなおさらな。あの夜のことも多分ベルベットの一家が村の輪の一番外にいたってだけなんだろう。そんな身勝手な理由で。人間はそういう身勝手な生き物だとお前も分かっているはずだ。せやな。だから今無意識に口にしたんじゃないのか。アルトリウスの願いは人間を救うことではなく世界を変えることだと。それはお前を責めてるわけじゃない。ただの事実だ。あの夜の最大の悲劇は世界を変える力を持った男が人間の限界を見限ったことなのかもしれんな。救世主アルトリウスは人間に絶望したってこと。絶対間違ってるよそれ。人間を一だってやり直せる。ほんまそれやねん。よし、あ、ここにあった悲しいやボトル、いらね。いや、いるんか。まあ一応いるわな。ゼロ君、ちょっといいとして、この先進んでいこう。きっとこの先に何かがあるはずや。ねえ。おお。これがあるっつうことは、この先で何かが起こるっつうこっちゃ。いっそ、はてなはてなはてな。ああ、ちょい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 。セーブするよ。まあね、今回はこれぐらいにしましょうかね。この先はまあ今度やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、よろしくお願いいたします。一応ね、概要欄のところから URL に貼ってますんでね、もしよければそこからフォローの方よろしくお願いいたします。ではさらば。